当日は私の方はアトリエで、はい、で、レオス捜索してた最中でした。それで震災の大きな揺れがあった時に普通の地震かと思って、もう引き下に伏せたりとかして、揺れが収まるの待ってただけなんです。ああ、そうで、いやー、全然わかりませんでした。イタリキナヒで聞きしてるんです。イタリキタンでしたね。カギを使って心象を書いてるんです、はい、自分の心に。ほとんど大部分がダメになってしまったんですね。はい、瓦礫の中からいろいろなものを取り出したり引き出したりすることを含めます、はいはい、1年しかかかってしまう。1年以上そういう心象的なものなんですね。一言や二言ではとても表せません。いけませんね。そうですね、ありがとうございます。震災で残った絵を一人でも多くの方に見ていただいて気持ちをこう少し穏やかになっていただいたり、人って忘れることができないんですね。だから忘れようとしないでそれを気持ちに持ってまた前に一歩進めるような、そういうこう気持ちを持っていただきたいなと思って、息子のように見ていただいて希望を持っていただきたいなと思ってですね、自分もあの大勢の方にあの助けていただきました。そしてまた私たちにできることは息子もこう今後できることっていうことは、多分あの作家が絵を描くっていうことでみんなにこう発信していく、そうあの相馬、そういうところの元気を皆さんに伝えていきたいから、絵をぜひ見ていただいて元気をもらってほしいと思います。